第四編、一節から九節指揮者によって、伴奏付き、参加、ダビデの死。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ苦難から解き放ってください。哀れんで祈りを聞いてください。 人の子らよ。いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。虚しさを愛し、偽りを求めるのか。主の慈しみに生きる人を主は見分けて、呼び求める声を聞いてくださると知れ。おののいて罪を離れよ。横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。 ふさわしい捧げ物を捧げて、主により頼め。恵みを示すものがあろうかと、多くの人は問います。主よ私たちに、御顔の光を向けてください。人々は、麦と葡萄を豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを、 私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。